ロナ禍、秋葉原のヤバさが一目でわかる画像がネットで話題。内容はこちら。秋葉原のヤバさが一目でわかる画像が話題のようです。では、調整豆乳くんのツイートより内容を見てみましょう。調整豆乳くん、秋葉原のヤバさが一目でわかる画像を作った。一番手前のビルは、1階の奥と地下の飲食店は営業していました。あと、写真では見えないけど、この裏の山田が入ってたビルも一棟空いてます。コロナのせいでこんなことになってるのですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。むしろ普段の秋葉原の混雑がインバウンド団体旅行者で各ビルの店舗を支えていたことは記憶から拾い上げたい。秋葉原はインバウンド団体旅行者で成り立っていたということなのでしょう。次はこちら。今度はどんな街になるのかな？ C 国に変われませんように。このままでは中国人オーナーになりますよ。そして安く雇われるのは日本人。10月衆院選です。積極財政の政党を応援しないともっとひどくなります。中国資本に買い占められ、京都のようになるかもしれません。悪夢ですよね。次はこちら。ああ、私の秋葉原が。子供の頃から言ってたから涙が出そう。てか、出る。悪夢みたい。泣いてるんだ。悲しい現実です。最後はこちら。もう少しの辛抱だから、怯え。地名の故障を秋葉原に変える時が近づいている。秋葉原ならぬ秋葉原か。寂しいな。秋葉原なんかにしたくないですよね。結論。コロナ禍の影響で、秋葉原だけではなく、日本各地で空きビルが目立ってきています。一番怖いのは、空きビルを中国資本に買い占められることです。京都では、中国の投資会社が京都の不動産を120件も買収しているようです。日本が日本でなくなる日も、そう遠くない未来に訪れるかもしれません。想像するだけで恐ろしいですよね。しかし、そんな未来だけは絶対に防がなければなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。